こっち三枚は。6枚で塩いくらぐらいとかいたと思いますね。鶏もも肉のひき肉 100g、 これを使っていきます。こう軽く混ぜて塩を2つまみ、クラブのやつがどこで、はい、冷蔵庫の中に分も置きました。これをおよそ1等分にします。はい、ここに今日はオリーブオイルを入れます。
今日は赤じゃなくて金色ですね。はい、じゃあ待てよ。30分開始します。はい、30分経ちました。皆様いただきました。はい、冷やし白菜ロールで